8月もついに最終週となりました。で、今回の動画はですね、4つ伝えていきたいと思います。 まず一つ目は、これは皆さんが見てくださってる時期にもよってしまうんですけど、8月中にこの動画見てくださってる方は、8月中にこれやっとけよっていうのをまず伝えます。で、二つ目と三つ目は、9月のポイントです。9月を過ごしていく。特に9月の前半ですね。前半は絶対これを意識して過ごしてくれっていうポイントを二つ伝えた後に、最後4つ目は受験生限定なんですが、ちょっと受験生に、ま、えっと、エールというか、勝つというか、ちょっとね、伝えたいことがあるので、その4つでいきます。皆さんにとって必要なところだけぜひ見てみてください。 改めましてどうもはいチーです8月の8日つまり3週間前にですね動画の中でこんなスライドを出しましたこの時は夏休みの前半戦を振り返って何点ぐらいですかじゃあ後半はもっと良くしていこうねみたいなテンションで話をしていったんですが改めて聞きます皆さん夏休みねもうほとんど終わった方終わる方が多いと思いますので振り返って何点でしょうか 得点が高かった方もいれば低くてね、うまくいかなかったと思う方もいると思います。でもね、どっちでもいい。どっちでもいいんです。なぜかというと過去はもう変えらんないから、過ぎ去ったことだからね。で、何をしてほしいかっていうと、その振り返って反省点が何かしら出てくると思います。こうしとけばもっと良かったなっていうところ。その中でも9月で活かせるものをピックアップして書き出してください。 ああ、もううまくいかなかった。無理だ。ダメだ、俺。ああ、ダメだ、私。って、次に繋がんないんですよ。ダメだって自己嫌悪になったところで。まあ、そう思う気持ちはあってもいい。でも、それでも、次に生かしに行ってください。次に生かせるかどうかは、今の自分、未来の自分で変えられる。過去は変えらんなかったとしてもね。 いいだから、それを9月に入っちゃうとね、学校始まっちゃうから、もうストレスかかるし、時間なくなるし、いっぱいいっぱいでってやれなくなっちゃうんで、残り数日間の夏休み、残った期間で振り返って、一つ、一つだよ。多くても二つ。欲張っちゃダメ。あれもこれもって書き出したら、全部中途半端でできなくなっちゃうから、一つか二つテーマを決めて、それを9月から意識していくぞっていうのを、紙に書いて書き出しておきましょう。それが自分にとって大事なテーマになるから。 過去を活かす。それをぜひやってみてください。ここから二つ、九月からのポイント喋っていきます。まずは一つ目がですね、比べるっていうところです。まあ皆さんも普段生活をしていて、周りの子とかと比べてしまって自分がね、自己嫌悪になることっていうのを経験したことある方多いと思うんですよね。あの子はすごいなーって、それと比べて私はダメだみたいなね。で、これがですね、九月はめちゃくちゃ発生しやすいです。嫌でも比べやすいんです。なぜかというと、自己嫌悪になりやすいから。 もともとストレスがかかりやすい。まあ、9月のね、頭っていうのはその自殺者が多いという時期にもなりますけど、もうやだ、無理っていう思いになりやすい時期なんですよ。9月自体が。で、そうやっていっぱいいっぱいになると、人は視野が狭くなります。視野が狭くなると、しかも自己嫌悪になって自分の価値が落ちていくので、もういろんな要素が噛み合って、自分はダメだなって、周りと比べてって思っちゃうんです。でも、それを思うなよっていう話じゃなくて、思っちゃって仕方ないよねって。 そう思っちゃってる時に、あ、どん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 猫ね,ね、沼にはまっていくんじゃなくて、その途中で思うの。あ、そういえばこ、この時期そういう風になるってみんななるって言ってたなって、仕方ないんだなって、こう思って持って、どっかで思ってほしい。それが一個のストッパーになります。もちろん、比べない方が楽です。精神的にもね。でも私自身がめちゃくちゃ比べてきた学生生活を送ってきて、それを比べないようにしよう。比べないようにしようってやってもできないんですよ、なかなか。だから、 比べてもいいじゃんって言ってあげるとね、気が楽になります。で、気が楽になった上で、じゃあ比べてもいいよねって。でも、そこで立ち止まるわけにはいかないじゃないですか。じゃあ、どうする何をしていく自分らしくどうやって努力をしていくっていうところを考える上で、さっきの8月の反省点だったりとか、9月でみんな自身が決めた目標。例えば英単語何個やるとか、ワークをどこまで進めるとか、わからない格問やるって方もいるでしょう。自分で決めた目標を一歩ずつ進めていく。いいかい周りとめちゃくちゃ めっちゃ比べやすい時期にね、メンタル的にもなってるからそういうものなんだっていうのをぜひ覚えておいてまずこれが伝えたかったポイントっていうか伝えたかったのそれを覚えておいてくださいでもう一個はですね具体的な行動まあ、行動っていうかその行動する上でのポイントになるんですけどもうシンプルですとにかく最初の2週間1ヶ月の最初の2週間ねあ、まあ、この動画に出会ってから2週間でもいいや後回し癖やめてごらん 後回し。後でいいやとか、明日でいいやっていうのを思った時に違うって、今やろうっていうのを癖につけてみてください。いつもは、それでもね、疲れてて無理いた時もあるかもしれない。でも、いつも以上にこの2週間だけはちょっと踏ん張ってごらん。今やろうって。 死んの息の今やろうって、そうしたら未来の自分が楽をできる、未来の自分のためにやったるかって、感謝せいよ、私にって思って後回し癖をやめる。これをやるだけでもかなりリズムが生まれます。で、っていうのもね、さっき言ったけどメンタルが崩れやすい、自己肯定感が下がりやすい時期なんです。9月自体が。で、その中で、 後回しをしちゃうとね、別に後回ししてもさ、その自分の中で割り切れたらいいんですよ、別に。ね、その後で、いや、その後にちゃんとやるから、今は休憩の方が大事。で、それでメンタルが普通にいけるならいいんだけど、後回しにしちゃったことに対する自己嫌悪だったりとか、後回しにしたのに、後回しの時にもできなかったっていうダメージがでかすぎるのね。だから、とにかく勉強においても、私生活においてもそうですけど、 後回しにしない。気づいた時に今やるっていうのを2週間でいいからやってみてください。これをやるだけでもかなりリズムがつかめるし、自分の中で自己否定をするタイミングが減っていくので、ぜひ試してみてください。 それでは最後に受験生のメッセージというかね、ちょっと思いを喋らせてもらいます。あのね、関係ない方はここで動画切っちゃってください。で、受験生の方はですね、とにかく迷うと思います。まあ、現時点でも、例えば志望校に迷っている方もいれば、勉強法とか、自分の将来性とか、まあ、受かるかどうかの不安とか、そういったいろんな迷いが今あると思うんですね。で、それは途中のね、話でも出てきましたけど、迷って当然です。当然なの。だから迷っていいの。 迷わないで力強く進めたらいいよね。ここの志望校しかも眼中いない。しかも絶対このやり方してたら受かるから突き進んだんで、みたいな。慣れたらいいんだけど、そう慣れてるのはきっと全国の受験生の1%もいないよ。0. 何っていう世界。そこに入りたいけども、まあ、そのね、狭きもんだからなかなか難しい。で、何が言いたいかっていうと、ちょっと厳しい方になるんだけど、迷ってる暇なんてない。もう。 迷っていいんだよ。迷っていいんだけど、この時期、そのメンタルがね、安定しにくいこの9月っていう時期に、迷いがですね、ペンが止まるんですよ。つまり、勉強づけに座ります。ね、やってました。なんかいろいろ考えちゃうよね。それはしょうがないんだよ。考えちゃって、なんか、はーってなる。ため息ついてるうちに気づいたら30分経ってるよ。時計が。で、30分経った時計を見て、またもっと深いため息をつく。っていう悪循環になっちゃう。だから、迷ってもいいけど、ペンは止めるな。 いいペンを止めても何も前には進めないんだ今もこの時期はで学校が始まっていろんな人を見るようになるそして、まあ、の隣の芝は青く見えるじゃないけど周りはどんどん伸びている風に見えてくるんだよね自分だけが取り残されているように思えてくるそうするとまたため息が出るまたペンが止まるって悪循環に陥っちゃうだからたくさん迷っていいたくさん泣いたっても構わないでもペンは止めるな 今目の前にある数学だったり、英語だったり、理科のワーク、一問一問できる問題を増やす。それしかないんだ、やることは。だから、そうやって前に進んでください。9月はしんどいぞ。本当にしんどい受験生にとって。でも、このしんどい9月を乗り越えたら、冬とか近づいてきて、受験が近づいた時のめちゃくちゃプレッシャーかかってきた時に、ちょっと種類が違うんだけども、この苦しかった9月を戦い抜けたら、もう怖いもんなしよ。 ある程度のプレッシャーを戦える。あん時、あんだけ病んでても私勉強したもん。俺前進んだしって思えるから、ぜひ。 そういうね、気持ちを持てるようになるので、とにかくペンは止めない。今目の前にあるものをたくさん悩みながら問題を解いて、1レベルずつね、1レベルずつ、1レベルずつできることを増やしていってください。あの、心から応援できるような動画もね、9月頑張って撮っていきますので、ぜひ来月も頑張っていきましょう。ということで、ここまでね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今週1週間がね、また また、皆さんにとって、いい週間になることを心から願っております。今週一週間も頑張っていきましょうそれじゃあ、またねバイバイガブ